はい。えっ、ー、と、今日は、えー、いつも使ってる撮影の時のなんかグッズを紹介したいと思います。えー、まずこれですね。あの、撮影に一番よく使う、あの、ビデオカメラです。えー、これ、いつ買ったんかな ?4 年ぐらい前、4年ぐらい前に買った、えー、やつです。このカメラ何がすごいって、あの、望遠が、望遠がかなり効きます。で、えー、これ紐付けてるのは、えっ、ー、と、あれですね。あの、 首から下げれるように紐つけてます。あの、撮影中、うっかりぼーっとして手離して落としてしまうと、もうそれで終わりですので、もう川にドボンってはまったら終わりですので、えー、紐つけて首からぶら下げながら手で持って撮影してます。はい、えー、使い方、使い方ちょっと説明します。えっ、ー、と、まあ、撮影設定ですね。ここ一番大事です。 こういろんなモードがありますので、えー、その状況に合わせて、まあ、あの、変えていくわけなんですけれども、ええー、まあ、ちょっと難しいです。あの、説明書をよく読まないと難しいです。で、一番大事なのはここですね。あの、撮影設定を、えー、この人物の顔にする。これが大事です。ええー、基本的に人物を撮るので、えー、これにしておくと、 なんか夜になっても、かなり暗い場所でも、その人物が綺麗に映るように自動的に調整されますので、これ必ず顔モードにしとくっていうのが、ちょっとあの大事なことですね、基本ですね。で、あとは、そうですね、ズームですね、これ、ズームが説明書を見ると、なんか60倍ぐらいまでいけるみたいです。 えっと、これ80倍ってあの書いてますけど、えー、これはあのデジタルズームですので、えー、画質を落とさずに、えー、ズームできるのは64倍ぐらいまでですね。まあ、それでもあのかなりあの遠く、遠くまで、えー、撮影できます。まあ、何十メートル離れてもあの目の前にいるような感じで撮影できます。 ただ、ま、ああの、遠いところ最大ズームで撮ると、あの、手ブレが、手ブレがひどいですので、やっぱりこの腕と肩の筋肉を鍛える、これが、あの、大事です。で、今、ちょっと、あの、ちょっと使い方を覚えないといけないと思っているのは、あの、音声ですね。音声がちょっと小さいと、あの、遠いところの音声が拾いにくいので、それをこのカメラの なんか設定でどうにかできないかっていうのをちょっと今説明書読んでます。あとこれ三脚ですね。三脚。僕はあまり三脚はあの家の中で自分を撮るときにしか使わないです。えー、外に出るときは基本あのカメラだけ持っていきます。で、これバッテリーですね。予備のバッテリーですね。えー、これ1個で、えー、大体10時間以上撮れます。えー、なんで2つあるのかというと、えっ、ー、と、これ 全部一回電力を使い切ると、充電するのに2日かかります。だから、あのー、連続して、えー、行くときは、えー、イベントとか連続してあるときは、あのー、交代交代で、片方は家で充電しながら、片方は、えー、持っていくというふうにしないと、あのー、使えないですから。で、間違わないようにちゃんと番号振ってます。あの、1番、2番で番号振ってます。 えー、このバッテリーかなり重いですので、えー、リュックサックに入れて、えー、持ち運ぶのにかなり体力が要りますこれ。鉛の塊が中に入ってるみたいですね。で、このなんかあのカーアダプターみたいなものを挿して、で、えー、コードでつないで、コンセントにつないで、えー、このアダプターが2ついります。変換アダプター2ついります。 変換器が2つ入ります。で、えー、この先をさらにビデオカメラに挿すと。えー、で、この状態でやっと、えー、充電ができます。これもともとついてるあのバッテリーですともう1時間ぐらいしか持たないですので、これ必ず必要です。だいたい僕は行ったら、えー、10時間ぐらいあの撮っている時もあるので、えー、これ必ず必須です。 で、これ、つなげたままでも撮影できます。このバッテリー、かなり優れものですね。もう、これがあるんで、長時間撮影ができると。ただ、あの、普通の人は多分、体力が続かないと思いますので、え10時間連続撮影できるのは、なかなか僕ぐらいだと思いますね。で、えあと、これ、え自分を撮る時の変装用のグッズです。 サングラスと、えー、被り物。これ、オオカミですね。オオカミの被り物です。で、えー、あとパンダもあります。あの、オオカミばっかりだと、えー、ダメなんで、あのダメっていうか、まあ、あの1日2本取るときは、1回ずつ違うやつかぶって取ってます、えー。パンダの被り物です。これ1個多分500円ぐらいで、なんかどっかで買った。あ、ネットで、アマゾンで買ったんだっけ。えー 1>, 1個500円ぐらいで Amazon で買ってます。あとこれサングラスですね。えっと、前の2つが普通のサングラスで、これ100均で、多分100円で買ったやつです。で、後ろのが 3D メガネですね。あのー、映画館とかで見る 3D メガネです。で、狼とパンダと、えー、サングラスが、えー、4つ。えー、これだけあればもうバッチリです。僕あの、顔、 顔出しできないんで、えー、顔出しすると、外歩いてると見つかるんで、えー、顔出しできないです。で、あとこれが、えー、スマートフォン、えー。これビデオカメラが使えないときに、これ使って撮ります。えー まあ、ビデオカメラ常に持ち歩いてるわけじゃないので、スマートフォンはもう、あの、外出するとき必ず持ってますので、まあ、急に撮りたい何かが目の前に現れたらスマートフォンで撮ります。ただこれ画質悪いですし、あの、望遠全く聞きません。えー、もうそのとき近くにあるものを撮るだけです。